はい。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。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 しまします。お願いしです。お願いします。します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お願いしす。お願します。お願いします。お願いします。お願いしす。お願いします。お願いします。お願いしす。お願いだます。お願します。お願いします。しいします。お願いしましまいししいします。お願いします。おしいしいし チャーハン弁当だとシューマイちょっと少ないんだよね。あれね。知ってるよ。だからんだあけのこのやつおいしいよね。あんずはいるかいらないかっていうね、どっちかっていう話なんですいや、いいよ。あんずだってお前いろんな考えがあってあれで切れてんだよ。ガイアの夜明けでやってたよ。あ、本当ですか。はい。どうもありがとうございました。終わんねえよ。なんだ、崎陽軒タイアップの漫才。 ハ <laughs> イアップだとしても怒られるわ、そんなん。あんざねとか言ってねこ <laughs> んな漫才だよ。まあね、あのー、先週ですよ、先週はね、ちょっとね、まあ長くコンビを続けてるわれわれにもね、ちょっと思うところがある、あの発表がありましたね。うん、ああ、ありましたね。うん、まあでも、まあいろんな形のけじめのつけ方ってのはあるんだなと思いました、ね、あれ見てね、われわれ三拍子ももうそろそろやめていいかなと思いましたね。<laughs> なんで感化されてんの <laughs> いいや思いましたよだって別に固執する必要はないじゃないですか。いや、だからって別に解散する必要はないだろう。えお前何の話してんのえ何の話してんのいや、俺はベッキーがサンミュージック退所するっていう話で、俺ら何の話だよ。やめてもいいんじゃないっていうそういう話いや。違うだろう。うん、ベッキー。あ、そっち <laughs> 当たり前だろうベッキーの方で話題になってただろいや。あったけどベッ,ベッキーがな、サンミュージック我々と同じ事務所退所してっていう話になってたって、うん。 うん、だからね、まあ、サンミュージックに我々も固執する必要ないんじゃないかなと思いますいや。だとしてもやめる必要がない、うん。いや、ベッキーがいなくなったら、今後は誰にバーターの仕事をもらえばいいんだよ。何に甘えてんだよ。何,何目的でいるんだよ、サンミュージック。バンディさんパチンコ屋の営業の失敗しかないぞ。お前だけだって、うん。<laughs> 俺は本当にじゃあいなくてもいい。うん、そうだよ、本当にね。でもだからね、なんでベッキーが事務所を辞めなきゃいけないんだろうね、本当に。 もうね全部宮迫さんが悪いんですよ藤本さんみたいに言うのも関係ねえかね藤本さんそう言ってたけどえ、うんうん、だからねちょっとね今後はベッキーが雨上がり消したいの雨トークをね司会やるってことでしょホトハルさんだよ、うん、全部混ざっちゃって関係ねえだろベッキー うん、ベッキーはこのあとは個人事務所、元マネージャーさんがやっている個人事務所に移籍するってことね。はいはい、あ,あそうなんですよね、あの、株式会社、センテンススプリングっていう、ね、名前の。どんな会社名だよあ。違いましたっけ、センテンススプリング、うん。何、チャンスを、ピンチをチャンスにみたいな言い方してんのしねえよ、うん、そんな名前いや、われわれもね、センテンススプリングに一緒に移動したいなと思ってね。許さんって、たぶん向こう側が、うん、ゴリゴリいじってくるんだと思ってるね。えー、まあ明日からパラリンピックですね。 急に話変えんの明日からパラですね。パラゴン、ね、パラリンピック、ね。そうなんです。うん、明日ね、開会式があるんですよね。なので、パラリンピッククイズお急にいいですよね。はい、何ですかえー、今からですね、俺がね、パラリンピックに関する早押しクイズを出題するので、答えてください。あんまね、でもね、詳しくはないんですよね。まあまあまあ、詳しくなくても大丈夫です。あの、今から出すクイズはバリアフリー仕様になってますから、えー、 どんな答えを出されても絶対に正解します。おそうはい。じゃあいきますよ。お<い>問題。お<い>明日から始まる東京パラリンピックで夏季のパラリンピックは何回目 ?20 回目。正解。いや、すごい。明日から始まる東京パラリンピックで夏季のパラリンピックは何回目かというと16回目ですが。 それに4を足すと何回目20回目正解強引すぎる、うん、優しすぎるバリアフリー仕様だろいやバリアフリーの使い方間違ってるうんじゃいきますよこの調子で適当に答えてもらってもいいからねそういうこと、えー、問題地上のカーリングと呼ばれているビール正解地上のカーリングと呼ばれている競技のボッチャ ボッチャはイタリア語でボールという意味ですが、<ー>えイタリア語でピザという意味のピッツァに合う飲み物といえば何ビール、正解。合うけど、うん、人によるだろ、それは。コーラかもしんねえし。うん、クイズってそういう不特定な答えがあるやつは言わねえんだす。<解>問題。はい、車椅子競技で唯一激しいぶつかり合いが許す。 お笑い芸正解。車椅子競技で唯一激しいぶつかり合いが許されているのが車椅子ラグビー。えー、ボールはバレーボールの5号球をもとに作った、えー、専用球ですが、バレーボールといえば大林元子。大林元子が好きなものといえば何お笑い芸人。正解。遠すぎる。も、うん、の問題忘れちゃうぐらい遠い。正解だ。 何 <laughs> でお前問題文読んでる時ちょっと遠く見るんだよ。うん。<laughs> なんだってこの図じゃよ。老眼になってきたから。あ老,あ老眼老眼の人なんで、ね。うんもう,もう考えながらねやってますから、えーえー。問題。車椅子フェンシングのエペでは。リモート配信正解。車椅子フェンシングのエペでは下半身を突かれても電気審判が反応しないように。<laughs> 金属のスカートを装着しますが、私、高倉が唯一スカートを履くときといえば、いつリモート配信、正解。気になっちゃうよ、今。今、履い<解>てんのかいってなるからよ、ね。正解だ。正解かどうか知らねえけど、履いてんのか、じゃあ。正解。履いてんだええー、問題。ブラインドサッカーでンポンシューマイ弁ト正解。 ブラインドサッカーでボールを持った選手に向かっていくときに、えー、危険な衝突を避けるのにボイという言葉を発しなければファールを取られますがスペイン語でボイとは何を意味するシューマイ弁当正解そんなわけで <laughs> ボイに対してシューマイ弁当長すぎるだろボイってスペイン語で行くとかそういう意味正解じゃねえ正解 正解じゃねえんだよ,だからよはい、えー、ということで今披露した漫才を明日の20時から開会式でやるのでぜひ見てください。やるわけですらいいかげにしようどうもありがとうございました。<music>